強大な敵軍との決戦の時は近い。そう予見した島左近は一計を案じた。敵の威勢を削ぐため先んじて用地に攻め込む。戦力差を埋めるための苦肉の策である。袁紹は勇んで進軍した。果たして軍師左近の目論みは成功するのか。皆の者、準備は良いな。事前に伝えた通り、この袁本所の指揮のもと敵の用地を奪取するのだ。ええ、構いませんわ。うまくいけば我が君もきっとお喜びになるでしょう。私も問題ありません。皆様のためマウトいたしましょう。ふん、鬼柴田が武も貸してやるわ。美女と渋い男の混成部隊といった感じだな。確かに。さあ張り切っていくとしましょう。敵さん、随分と固く守ってますな。正面から行くと面倒なことになりそうだ。先に城下の砦を落とすぞ。焦らせ、敵が撃って出てくるよう仕向けるのだ。何？敵に襲われている者がいるんだと？見捨てれば我が軍の護憲に関わる。救出せよ。霊族は苦難に陥る者を見捨てはしない。決して死なせてはならぬぞ。何なの？女がのこのこ入り込んできたか。ここで仕留めてやる。幽霊みたいなやつが美女に向かってるようです。操る将を倒して助けましょう。よし、突破口は開いた。次の砦に向かうぞ。ここはどこ？こいつら何？もしかして私に男を取られた女の霊？なんてバカなこと言ってる場合じゃないわ。とりあえず逃げなきゃ。爆殺じゃ。怪物は打ち払った。ここは危ないよ。引くがいい。ありがとう、渋いお兄さんたち。じゃあ引かせてもらうわね。霊族にふさわしい結果である。死守せねばならぬ。まあ、もうそんなに？頼もしいですわ。敵心とは圧倒的な力だ。終着。我らの勢い、城兵に見せつけん。ここは私が止めてみせよう。今から。敵将は空地と撤退するほかない。いい調子ですわ。敵の焦る様が目に浮かぶよう。守れ、敵の勢いに飲まれるな。頼む、激しく行こうか。
もしき敵か。城下は制圧しましたね。これで解錠してくれると良いのですが。敵も去るも、ここまで追い詰めても裏がぬわ。この城兵の余裕、よほど肝が据わっているのか。それとも本陣を狙うとは卑怯な。誰か名族に加勢せぬか。この増援を待ってたってことですか。炎章さんを撃たせるわけにはいきませんな。もしかして苦戦してる？仕方ないわね。今度は私が助けてあげる。あの方は先ほどの女性。お一人で大丈夫でしょうか。進軍を止めよ。あの美しき姿、一体何者だ。いやいや、俺を熱っぽく見つめるあの目、どう考えても俺に惚れてるだろう。女神にも匹敵する美しさよ。どうにも目が離せん。打ち取った。敵の目は私に釘付け。今のうちにやっちゃって。なんと鮮やかな手腕。この魅力、魔性というほかあるまい。足止めは長くは持たないわよ。さあ急いで。あんな風に男性を魅了するなんて品がありませんね。私のやり方を見せてあげますわ。敵将、撃ち取った。やってくれると信じてましたよ。このままあっさり勝ちたいもんです。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。あら、きらびやかで素敵。きっと高貴な方なんでしょ。私、実は困って。見ただけで気づくか。うん、やはり名族の意向は万国共通よ。ダメ、話を聞いてないわ。狼烙の仕方間違っちゃったみたい。敵将、撃ち取ったり。お前の美貌が我が軍を救ってくれた。ぜひ名を聞かせてほしい。私は小少将、よろしくね。素敵なおじさま。おじさま。あの美しきお方によって味方が有利に。ですが、頼ってばかりもいられません。きっと私にも生きることがあるはず。今から。俺が負けるなんて。わしの出番か。素敵、強い人って大好き。どりゃ。私の笛を聞いても理性が保てるかしら。心が現れるような美しい音。もっと近くで聞きたい。帝国の美女たちが門をこじ開けちまいましたね。残るは本陣の門だけです。敵を一掃するのみ。さすれば大将も出ざるを得ない。打ち取ったわ。通りたきゃ俺を倒していけ。本陣に近づけん。せめて敵を少しの間油断させられれば。私が今果たすべき使命は、戦の不良をお慰めしましょう。いかんか。皆様、この挑戦の舞をご覧ください。
なんて美しい舞だ。戦いの最中だというのに心が穏やかになっていく。感謝しますよ、挑戦さん。さて、今のうちに城内の敵を片付けますか。その上で心の死に今お褒めに預かり光栄ですわ。鬼の心もっととろけさせて差し上げましょうか。それは遠慮いたす。ここまで来るとはご苦労なことだ。だがその努力は無駄骨に終わる。あら、ずいぶんな言い方ですのね。その余裕、果たして最後まで保てますかしら。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。素敵、強い人って大好き。あまたの英雄を虜にした舞、堪能しましたよ、長宗さん。お恥ずかしい限りです。私はどこにいようと。闇に舞う宿命なのですよ。そんな切ない顔をしないでください。俺も落ちたくなっちまう。名族にふさわしき花のある勝利だ。名族の勝利、むしろ美女たちの勝利と言うべきだろう。彼女らのような軍略、俺にはまず思いつきません。いい勉強になりましたよ。さっきはありがとう。それでここはどこなのかしら。あと、あの敵は何？それはだな。へえ、より集まって妖魔や神と戦っているのね。よろしければあなたも来ませんこと。いろいろと退屈はしませんわよ。ええ、そのつもりよ。お兄さんたちも私を気に入ってくれたみたいだし、今までよっぽど刺激がなかったみたいね。そうかもしれません。不幸を呼ぶ女性というのは今まで軍内にいませんでしたから。まあ策謀を胸に闇に舞う方ならよく存じておりますけれど。みんな可愛い顔してえぐいのね。確かに退屈はしないみたい。美人同士仲良くってわけにはいかないものなんですかね。とにかく歓迎しますよ、小少将さん。欲しいものがあるの。いい調子だ、皆のおかげだな。戦場を混沌で染め上げてやろう。